という会社のミネラルウォーターを使っています。シャワーから、ね、出てくるお湯なんかも全部このここで使われているものはミネラルウォーターということ で、ね、あのミネラルウォーターだからシャワーから出てくるお水とかお湯とかをそのまま飲むことも大丈夫なんですよね。お肌にもいいしすごい体にもいいということ であの、ね、すごいいい水を使っているというのはすごい嬉しいですよね。1日で汗をかいた後はこちらのアイスルームで、ああ冷たい体をクールダウンで冷やしてまた温めて汗をかいて、でこれを何回か繰り返すとすごいね、あのさっぱりとして体にもいいです。はい、でこちらはクリスタルソルトルームです。この綺麗なね、あの塩っていうんですかね、クリスタルのこれが塩なんです。ここでこういうふうにね、ガラガラみんなリラックスして、でいい汗かいて毒素を出して、そして爽やかにリフレッシュするというね、チンジルパンです。で、ね、中がちょっと南国っぽいようなね、壁の中に石が敷き詰められてる、これもすごいかわいい。はい、ここは韓国サウナのアルカリミネラルマットチンジルパンです。で、ね、下にあのこう塩ですかね、あのこれがミネラルなんですけども、すごい体によくって、あの効果がいろんな効果があるんですよね。でちょうどいい、熱すぎずゆっくりと汗をかけるような、そんなチンジルパンです。でその奥のところにはね、炭が敷き詰められてますね。あの炭から遠赤外線が出て、またこれもすごい体に